で体重2ですね。これ平面の式です。いいですね。はい、そして プラス z 次乗、はい、はい、はい、じゃあこれ一応もいきます。 x-1 の次乗プラス y-1 の次乗、これいいんですか。すごく簡単ですけど、これでいいんですか。して11だから2引くから9ですね。これでいいですか。 13?11 だから、あ、13ですね、失礼しました。これでいいですか。ついてきますね。そしたらこれはちなみにこれを1番として、これを2番としたら、これ2番の式から、この2番の式は110を中心に半径ルート13の円で9ですね。ルート13の9になります。結構ですね。ついていってますか。初めてですか。まずこれが平面の式で、これは9の式です。Z がついた円の式みたいなやつでこうします。Z が入っただけです。気にしなくていいです。もし Z がなければ円の式でわかりますね。110を中心に半径ルート13の9となります。で、これは平面の式なんですが、問題は何ですか。どうもこういうことですね。9があってこういうふうに平面があって、そしたらこの9切れるところこういうふうになりますね。そしたらこの9の方程式を求めなさい。あ、円の方程式ですね。これでよろしいんですか。よろしいんですね。そしたらまず9の中心が分かりました。でこういう時はね、立体図を考えます。すぐこういうの考えます。いいですか。ここが今110だと考えます。いいですね。必ずこうやって断面図みたいなのを見ます。そして半径がルート13です。でこの距離を求めます。この距離は点と直線の距離で使えます。点と直線の距離はどうするのかというと、今110だから110から、2x プラス y プラス 2z イコール、まあ、引く12イコール0にしますね。これまでの距離です。そしたらどうなりますか。はい、言ってください。こういうふうにやるやつですね。はい、どうなんですか。これ2の次乗、1の次乗、2の次乗、そして110を入れるから2の1、1の1で0でマイナス12なんですね。でこれはどうなりますか。2人が4、2人が4、2人が1だから3です。ルート9だから3ですね。はい、そしてこれは、いいんですか。2と1で3で、これ9ですね。でここ3になるんですか。いいんですか、はい、これで、はい、ということはこの距離は3になります。ちょっと待ってください。ついてくるか無事確認します。実は今日これ3次元で拡張してます。だからこれはびっくりしたと思うけど、点と直線の距離でしたね、今までは。ところが点と直線ですけど、 Z がつくと平面と点の距離になります。だからそのまま平面と点の距離を使っていいです。まあ、今日新しく学んだ、これ初めてですか。こういう習いです。でこれで3と出たから、これは110からここまでは3だと言います。そしたら、はい、この計算どうなります。この長さはいくらですか。まあ一応ルート13の次乗イコール3の次乗足す x の次乗だから、 x イコール、すいません x という使い方いけないんですけど、これ2でいいんですか。2になります。この距離は2になります。ということは半径2になりました。半径2になりました。そしたらあと中心座標が分かればいいですね。中心座標が分かればいいです。そうすると中心座標を分かるためにどうすればいいかというと、どういうふうに考えますか。これ映ってますか。大丈夫ですか。見えてます。入ってます。左半分も入ってません。これでいいですか。入ってますか。そしたらどうすればいいかというと、今ここからがポイントで、今 2x プラス y プラス 2z イコール12という平面の方程式と、 2x プラス y プラス 2z、 これとこれですけど、これとこれの平面は平行になるような気がしません。例えばよ、 2x プラス y イコール2と 2x プラス y イコール0は平行じゃないですか、直線として。わかります。平行ですね。したらここの12が0になったぐらいで平行ですね。平行です。でこの式は212と xyz イコール0となりません。内積の形で212というベクトルと xyz というベクトルの内積0でしょ。実はこれとこれをこういうふうにチェンジできるようにしてください。
いいですか、いいですか、これでいいですね。そしたらこうなるから、これはどういうことかというと、平面の式があったときに方線ベクトルが212で、この平面上の2の点 XYZ と、要するにこうやって垂直だという関係になります。ですね。ということはこの212は方線ベクトルです。で、方線ベクトルが212で、要するに何をしたいかというと、今ここの直線の式を作りたいと思っています。だからこの方線ベクトルが212で通る点がここは何ですか、ここの中心が110通ってます。ということはこの直線の方程式は212の t 倍と通る点が110で、色はあまり使いませんでしたが、この直線の式が出ます。この直線の式が出ます。そうすると x イコール 2t プラス 1 y イコール t プラス 1 z イコール 2t です。で、これがこの直線の式はこうなるけど、この平面、この平面上も通ってますよね。要するに今こう通ってるわけだから、ここ通ってますよね。ってことはこの平面の式は何かというと、この平面の式は 2x たす y プラス 2z イコール12だから、この x のところに代入します。2の 2t プラス 1t プラス1プラス2の 2t イコール12というふうにします。入ってますね。そしたらこれで t の値がいくらって出ます。いくらですかこれ、t の値は。まあなんか出ますね。あ、 t1、 t イコール1ですか。そしたら t が1ということはどうなるかというと、もう信じますよ、1ってことは x は3、y は2、z は2になります。そして半径が今いくらですか、3ですか、3ですか。ということで、あとは x-3 の次乗、 y-2 の次乗、z-2 の次乗、3の次乗で答えが出てきました。ついてきましたか、わかんない。もう一回説明し、簡単にします。止めますか。いや、いいです。まず簡単にいきましょう。まず1番、平面の方程式があります。球の方程式があります。で、まず球の方程式の中心を求めます。これは案外できます。で、これで点数になります。そして110を中心で半径ルート13の球だということがありました。で、その球とこういう平面が連立するんです。そしたらどうするかというと、まずこうやって真横からの図を、まあ、やって、ちょうど110で半径がルート13って分かったから、まず点と直線の距離でこの長さが3です。わっ、総理、これが3ですね。そしてこれがルート13ってことは、ごめんなさい、私は間違ってます。はい、今これ半径2なんですね。だからここ4ですよ。これ2だから、総理2でしょ、これ。あなたも間違ってました。そうでしょ、これルート13でこれが3なの。だからこれ2じゃないですか、総理。これ2ですよ。はい、ごめんね。だから2です。で、これで2が出ました。で、次にこの2までいいんですけど、この中心の座標を求めようとしないといけません。だからどうするかというと、まずこの平面の方線ベクトルを求めます。平面の方線ベクトルの求め方は、まずこの平面とこの平面は平行だと。で、これはこういうふうにベクトルの分解の内積の分解になるから、この平面に垂直なベクトルは212だってことがあります。じゃあ212って分かったんで、で、通る点は円の中心の110を通るから、110と212の t 倍って分かんないです。直線の式は通る点と方向ベクトルだ。そしたらこの直線はこの平面にも通るわけだから、これをこの xyz とこの平面の式に、代入します。そうすると t の値が出て1ってなるから、その1を代入した322がこの平面上のこの点です。ちょうどこの直線とこの平面の交わった点になります。で、それで中心が分かって、あと半径がすみません間違った、2ですから、2の次乗で4になれば出来上がりです。早かったんですけど、よかったんでしょうか。疑問点ください。